America, New York. 世界から人々が集まるこの地に、日本人俳優による一つの舞台が衝撃を与えた。それは近代能楽集ニューヨーク公演。その舞台への挑戦者は藤原竜也、日本演劇界をリードする天才俳優。I've never seen anything that was like that. Actually, that was something very different, and that he was so intense. A really strong actor, very strong actor. 素晴らしい俳優さんだと思います。体でセリフを言うみたいなね。ニューヨークで芝居するってことは僕はすごくいいと思う。本当に世界の才能ある人たちに見てもらえる自分の芝居はね、そういうチャンスはめったにないですからね。これは確実に、ね、アピールして帰ってこようとは思ってますんでね。しかしその挑戦は自分との戦いだけではなかった。戯曲は近代日本文学の巨人といわれる三島由紀夫。自分の命を削ってね書いてると思うし、もう天才という名にふさわしい人だなと思いますけれど。そして演出家は世界の蜷川。この作品をもうクリアしなければ僕は次はないと思ってるんですよ、蜷川さんとはね。蜷川は藤原に一切の妥協を許さなかった。あいつの責任重大な、全然違う気持ち。それはもう少しコミュニケーションしなきゃね。不満ですね、達也の。ニューヨークで藤原の演技は評価されるのか。演じることの若き求道者藤原竜也の軌跡を追った。プルミエール総力特集、藤原竜也 in ニューヨーク、23歳の挑戦。アメリカ、ニューヨーク、政治、経済、文化と常に時代をリードする街。その中で世界がトップと認めるもう一つの顔がある。それはショービジネスの聖地という顔。ブロードウェイをトップとしてこれまであまたの舞台が上演され、多くの世界的ヒット作品を生み出してきた。役者として舞台に立つものならば誰もが憧れる地である。そんなニューヨークで藤原竜也は今回初めて舞台を踏む。2005年の近代能楽集はすでに日本で何度も上演され、ニューヨーク公演で一つのゴールを迎える。なんか今までは日本ではその本当に行くのかな、あ、ニューヨーク行くんだ、ニューヨークで芝居するんだっていうぐらいの気持ちしかなかったですけどね。それだんだん本当にもう現実になって、直前になって、自分がやることは本当にもう結果を出すことだけですね。藤原竜也23歳、若さに合わぬ優れたセリフの読解力を持ち、人並み外れた集中力ある演技が人々を魅了する。演劇史上最年少でハムレットを演じ、数々の賞を受賞。この暗い夜の圏内から二度と外へは出ない。ここは永遠の安住の強さだけ。浮世に疲れたこの体から不幸な星の首を。圧倒的な量のセリフをこなし、静と動の幅のある演技は天才的と評価され、その活躍の場はテレビ映画と多岐にわたる。そんな藤原を今回の共演者の一人、夏木マリはどう感じているのだろうか。セリフがなくて、彼がこのテレビで音を消してね、彼の身体だけ見ててもちゃんとエネルギーが伝わってくると思うんですね。そういう俳優さん私もなりたいし好きですし、彼はそういう俳優さんじゃないかなと、身体感覚を持っている、藤原が演じる今回の近代能楽集はこの時期毎年ニューヨークで開催されるリンカーンセンターフェスティバルに日本を代表し招聘された。リンカーンセンターフェスティバルとは、あらゆるパフォーミングアートが世界各国から集まる、ニューヨークでは伝統を持った舞台芸術の祭典である。そこで上演される近代能楽集の作者は、絢爛たる文体で数々の傑作を世に送り出した三島由紀夫。古典芸能である能の物語をモチーフに、華麗に言葉を操る三島ならではの戯曲として独創的な現代劇に書き換えられた。そして藤原はその中の一つ、ヨロボシを演じる。三島はかつてこの近代能楽集のために自らがニューヨークに渡り上演に奔走した。しかしその願いは達することができずに終わった。一つ一つの作品が計算されてるし、もちろんこんな言葉考えつかないよなっていうようなセリフを多く並べてますしね。難しい。
物語の舞台は夏の終わりの午後、家庭裁判所の一室に二組の夫婦が集まり、調停委員の桜間品子立ち会いのもと、藤原演じる主人公年則の親権をめぐり話し合いが行われている。しかし戦火で視力を失ってしまった年則はどちらの親の気持ちも操り翻弄する。お母さん、虫けら、やっとお母さんと呼んでくれました。その後に虫けらがちゃんとついてた。あなた方はみんなバカで丸けだ。私たちはみんなバカで丸けです。こういった演劇っていうのは滅多にないと思うし、胸張ってやっていきたいなと思います。次の仕事でも一本取ってこようかなぐらいなね。そんな藤原の挑戦を支えるのが演出家蜷川幸雄。蜷川はギリシャ悲劇、シェイクスピアなどの舞台を独自に解釈し、その斬新な演出により海外で高く評価されている演劇界を代表する世界的演出家である。今年70歳にして精力的な演出へのエネルギーには並ぶものがいないほどであり、今の新作の現代劇から古典まで数多くの作品を手掛ける。そんな蜷川と藤原との関係は舞台新徳丸の主役オーディションに始まった。舞台経験の全くなかった藤原を蜷川は大抜擢した。以来二人は数々の舞台を共に作り出し、密接な信頼関係を築いてきた。藤原の才能を見出し今のを進化させ続けている演出家として、蜷川は藤原になくてはならない存在である。集中力があるね、ものすごい真面目ですね。で、努力家ですね。でストイックだからね、その役のことしか考えられないわけですね。その良さが藤原君の良さの全てだと思うんですけど、みんなが想像しているレベルっていうものを僕と蜷川さんがはるかに超えるものを毎回作っていかなければ、蜷川さん僕は組んでもらえないとか思うんですね。だから本当に、なんか強い絆のようであって、微妙なこう神経のようなね、細いものでつながってるっていうのもありますし、一緒に世界って評価されたいなっていうのもありますし。才能あふれる若き俳優と巨匠と呼ばれる演出家、二人にとっての近代能楽集ヨロボシは3度目の上演となる。2001年のロンドン公演は大絶賛を受けた。だからこそ二人は今回さらなる高みを目指さなければならない。初演に比べるとハムレット、ロミジュリアって演技的な部分の幅も広がりましたし、いろいろ精神的にも鍛えられた部分があるんで、なんだろう、一つ一つの言葉に意味を持って、お客に伝えられる、てるなっていう感覚もありますし、よりなんか作品が深くなったようなね、感じは僕はしてますけれども、自分で前よりずっとね、細かいニュアンスが出てくるし、強いところものすごく強くなりましたし、それから両親のあざ笑う笑い方がですね、複雑になってきたんですね。持ち手がものすごく増えてきて、藤原のニューヨークでの挑戦は単にその舞台に立つことではない。緻密な三島の言葉一つ一つに血を通わせ肉体化することであり、それが観客に伝わらなければならない。一方蜷川は三島の言葉に演出家としてどう挑むのだろうか。三島さんの言葉がその絢爛たるレトリックを駆使しすぎてて、なんか俳優を信頼してなくて言語でこう完結するような感じがしたんですね。それに生理的な反発があったんです。だったら盲目になった日のことを語る時、セクシャルにやれと、これは性的な問題だと、まるでその性的な快楽のように壊滅的な状況を語ってほしいと、達也はこれはセックスだと言ってるわけです。そこにこそその三島さんの文体に勝つ、ための我々が仕掛けた罠といいますか、挑戦はそこでセクシャルに行こうと。蜷川の挑戦も三島の言葉へ向けられていた。俳優の演技によって三島の言葉を超えることに挑む。三島の屈強な言葉と真っ向から対峙する演出家と俳優、二人の戦いは完成されたこれまでの演技を壊すことから始まった。